皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日のテーマは、教室業の先生に知っててほしい3年先の未来を見抜く3つのコツということについてお伝えしたいと思います。こちらの動画を撮っている時っていうのはどういう時かっていうと、ちょうどですね、コロナ禍がですね、世界中に蔓延していて、皆さんがそれぞれにこういろんな形でいろんな制約を受けながら、場合によっては売り上げを落とし、場合によっては、辛い思いをしながら這い上がるために頑張っているっていう、まあそういうような状況になっているんですけれども、その中でそこまでになっていない人、ないしは売り上げが伸びている人っていうのも当然いるわけですよね。それで、私自身がどうなのかっていうと、私自身は、通常ベースでもちろん売り上げは下がっていない状態に、プラスこの時に必要な知識、必要な知恵っていうものを一気に何個か企画をリリースしたことによって、むしろ売上が上がった状態を現状私が作っているということですね。これは自慢とかそういうことではなくてですね、その先を見る力とか、どういうふうに頑張っていくかとか、その観点を知ってるか知らないかっていうことで、内容が変わっていったっていう状態なんですよね。ですから、今、非常にこう苦しんでいる方っていうのは、実はもっと昔の段階でターニングポイントが本当はあったんですよ。で、そのターニングポイントに関しても、実は私は数年前から、今回のことになる前からですね、動画っていうのはやっててほしいっていうのは、何度も多分過去の動画を見ていただければ、それをお伝えしてるっていうのは見ていただくことはできたと思いますし、Zoom のオンラインに関してはそんなに声を高々言ってはいないんですけれども、そちらの方も私のクライアントさんに関しては、当たり前のように慣れててほしいということと、できればね、取材で自分が講座を作ってほしいっていうのを言った時に、やった人とやらない人で今差が出ているんですよね。で、会員制に関しても1年前から取り組んでいる方と、そうでない方っていうのは、この状態の時に非常に差が出たっていうことですね。ですから、私が数年前から皆さんにお伝えしている動画と Zoom と、会員制、この3つはやったらいいよっていうのは私伝えているんですけれども、やない方も結構多かったですね。やった方は今安定している状態、当然私も安定しています。ですから、その先を見てくれているので、安心っていうことを、よく会員さんに私の場合に言われます。大体私は3年先を見るようにはしているので、その時に必要なものを必要なタイミングで、手に入れるようにはしているんですけれども、じゃあなぜ3年先が見えるのかっていうことを、どういう観点から私が日々いろんな情報を手に入れて、でそれを加工して必要な知識を身につけてやっているかっていうのを知っていただくと、似たようなことが起こるような時、世界的に例えば大きなダメージを受ける経済的なものとかですね、そういうような時にどういうふうに対処するか、教室業っていうと社会と全く関係ないように考えてしまう人っているんですけれども、全くそんなことはなくって、社会情勢そのものが教室業のコンテンツ作りに めちゃくちゃこう密接に関連していく内容になるので、今日は特にその3年先の未来を、見通す3つのコツですね、これをちょっとお伝えしていきたいというふうに思っています。まず先に結論から言いますと、3つのコツですね。1つ目が分析力になります。で、2つ目が想像力で、3つ目が挑戦力。この3つが3年先を見通す力ということになります。で、具体的に1つずつご説明をしていきたいと思います。まずですね、分析力、これはやはりニュースを見なくてはいけない
ですね。はい、社会情勢、世界情勢というその政治的な部分のニュースがまず一つです。でもう一つはもっとこう人間的な要素ですね。実際に、主婦の方であったりとか、ご自身のお客様が、近いところで行動している様子が分かるような、ニュース、私で言うと5時ぐらいのニュースとかがそれに当たるんですけど、よくね、何が流行ってるのかっていう、何を皆さんは買いたがるのかっていうのをリサーチするのに5時台のニュースは割とそういうものを取り上げたりとか、あと夜の方で言うとトレンド卵とかにあって、あとはワールドビジネスサテライトとか、そんな形、今、日経トレンディとか私最近見てないけどあるのかな、日経トレンディ、日経トレンディとかね、そんなもので売れ筋の商品っていうのを見たりとかするんです。で問題はここから先なんです。見るだけだと全然意味がなくてですね、その裏の背景を考える必要があるんですよね。分析力っていうところになるんですけど、例えばある商品が売れてるとします。そしたらその商品がなぜ売れているのかっていうことと、あとその商品を買う人たちは誰なのかっていうことですね。その誰となぜっていうのを分析すると、それが自分の業界に、その業界がうまくいってたとしても自分の業界に置き換えられることが、いち早く、他の方よりいち早く行うことができるのであれば売れていくっていうことになるんですね。大抵多分教師の先生の基本的な思考、全員がとは言いません、全員とか言わないけど、今目の前にいるお客様と、あと自分ができるスキルでレッスンを組もうとしますよね。でそれはうまくいってる時は問題ないんですけれども、うまくいかない時って突然にそれがダメになります。今回の場合はコロナでいうと対面レッスンができなくなるっていう、ここですよね。ですから動画や、オンラインレッスンの知識がもともとあれば、今それができないねっていうことで生徒さんがついてこないかもしれないですけど、最初は。でもそれをまだ切り替えることができるスキルがすぐにある先生はまだマシな方です。これからゼロから覚えるっていう場合は少しお時間がかかるし、そんなことも意識しないで自分は、そういうパソコンとか、デジタル機器苦手だからって言って放置してる方は、間違いなくこの先、この2020年すごく大きな転換点で、オンライン化がもうものすごく進む時期にそれを放棄するっていうことはもう衰退でしかないんですよね、基本的には。だからオンラインをやってた先生はオフライン、要は対面のレッスンの価値が上がるんですよ、両方持ってると。やっぱりオンラインよりも、オンラインはオンラインの価値があるんですよ。遠方でその教室にどうしても通えない場合とか、あと通信制とかをやってもらえれば自分がいつでも好きな時間にその先生の技術を学ぶことができる、ちょっとカリスマみたいな状態になっちゃうんですけれども、それを作ることができているのであれば、それはそれで価値があるんですけど、より価値が出てくるのはやはりオフラインが、その会いたい、生で会いたいという人はやっぱ絶対多いんですよね。そうすると両方持っていることによって対面のレッスンの価値が上がるんだけれども、それを持ってない場合には比較しようがないので、対面のレッスンだけっていうと逆に価値が下がっていく可能性があります。なのでその裏にじゃあ何があるのかっていうのをどういうふうに分析するのかっていうのが、次の2番目の、想像力っていうところとセットで考えないといけないところなんですけど、つい最近あった事例をちょっとお伝えしたいと思うんですが、例えばですね、私はパンの先生だったので、特にパンの話題っていうのが非常にこう気になるタイプなんですよね。で特にこの不況の時期ですので、レッスンとかも非常にこうね、オンラインに置き換えても大変っていう、そういう時に、そういう5時台のニュースとか見ると、その高級パンとか、ホテルに納品する予定だったパンとかが飛ぶように売れている。もともと店舗で、売っていてすごく人気だったパンが、
要は店舗で買えなくなる、要は店を閉めないといけないから買えなくなるっていうと、まあ、通販で売れるわけですよね。でその時に、まあ、通販なので、まあ、ついで買いとかもあったりとか、あとはそのお店の方がですね、特別パッケージみたいなちょっと高額になるような何個か詰め合わせのものとかパッケージするとそれが売れたりとか、ホテルに納品する予定だったっていうことは、そのホテルの高級なパンをお取り寄せで自分の自宅で食べれるって新しい機会だから、新しい需要と新しいビジネスをそこで創出しているんですよね、そのパン屋さんとかが。で、まあそういう夕方のニュースが流れていました。でプラス、私の周りの部分で言うと、自分の自宅のイオンが一つの消費の指標になるんですけれども、イオンでパンの粉、強力粉とかがことごとく棚が空になり、パンケーキミックスこれが空になり、そしてイーストこれもなかなか入荷してこない、ベーキングパウダーレベル、単なるふくらし粉なんですけどそれも入ってきていないというこの状態を見た時に、ものすごくたくさんの人が家でパンをとか、あと粉物ですね、作ってるんだなっていうのが、まずその棚からないっていうことで分析されます。そして、お取り寄せ通販が売れている、棚から粉がなくなってる。でさらにもうちょっと私、パンの材料を売ってるところのネットショップ見に行ったんですけど、驚くべきことにですね、3.11大震災の時にも結構粉なくなったんですけど、私はまだ教室の先生やってる時だったんですが、粉がなくなった以上になくなってるんですよ。酵母も私いろんな酵母扱えるんですけど、じゃあ他の酵母でいいかって見ると、その酵母もことごとく全部ソールドアウトです。バターもソールドアウト、粉も全部ソールドアウト、どんだけの人がパン作ってるんだみたいな、まあそんな感じなんですよ。でそれが分析をするためのまず社会の事象なんですね。でそれをじゃあ見て私はどう考えるかっていうと、今オンラインレッスンで単なるレッスンをやってももう売れないっていうことなんです。オンライン化っていうのを進めていって、ズームでやりますよって言っても、いや粉ないよって、だから参加できないんですよ。だからそんな時に流行ってるからって言ってオンライン化って言ってもダメなんです。もう社会の情勢が変わっちゃってるっていうことを察知しないとダメなんですよね。そうすると次に何を考えなきゃいけないかっていうと、それでもオンラインをやってほしかったら、粉とかをきっともう先生が確保しておいて、その上でオンラインのレッスンのお誘いしないとダメなんですよ。だって生徒さん買えないから。先生が手元にあるんだったら小分けしながらセットにして売っていかないとダメなんですよね。だからということは先生何を次しなきゃいけないかっていうと、本気でそのレッスンに取り組むんだったら、業務用の25キロとかそういうものを購入する、あと業務用の10個セットのバターとかを購入して、それを小分けにできないかっていうことを考えなきゃいけない。でこれは売れないと残ってしまうから、先に予約を取らないといけないわけですよね。このせめぎ合いが難しいところなんですけれども、ただ単にだからレッスンやりますよって言ったら、もうダメになってる時期になっちゃったっていうことを理解するのは、社会情勢とあとは消費の行動、皆さんの消費の行動ですね。でもう一つは、そのオンラインの方でも通信講座あります。その通信講座もきっと付きじゃないと多分難しくなります。ないからです、材料が。だから今何の商品がどう売れるのかっていうものを見ていく時ですら、ニュースとか事情とか状況を見ないと、扱う商品間違えちゃうっていうことです。だから予約が入らないですよ。だってやるための材料が手元にないんですもん。ある場合には何ら問題ないですよ。だから、ないのであれば今度どういう商品になるかっていうと、人はお取り寄せ通販を買う予定です。イオンとかそういうところで一般的に買えるパンとかももちろん買うんだと思うんですけど、それは日常消費でおそらく飽きてきてるですよ。
だから変わったものが食べたい、変わったお取り寄せ通販行きたいということで物販が売れるようになります。ここで考えなくちゃいけないのは、物販をやることができる先生は物販をやった方がいいということになります。要は製造許可があって販売許可があれば、それで売っていくっていう手法も今この状況だからいけるんですね。で、さらに言うと、変わったものが食べたい消費傾向が出てきているので、変わったもの、高めのものでも面白いものなら売れるかもしれません。あと通販っていうのは送料が通常個人の場合かかっちゃいますので、その送料のことを考えると、少ない量で売るよりも多めの量でグロスで買った方が送料がお客さんにとっても安くなるので、冷凍庫がある方においては10個とか20個とかで買ってもらった方が多分お互いにとっていいです。焼く時もね、こちらが焼くっていうその段取りを考えた場合にでも、その高めの方が当然やるグロスが出てきますよね。で、あとそういう消費傾向を考えると、1種類のパンじゃなくて多分バラエティパックが売れるだろうっていうのがおそらく想像ができます。要は変わったものを食べたいわけだから、食パン10本とかいらないんですよね。例えばクロワッサンとなんとかとどのコーナーのパンとなんとかでって10種類とか15種類詰め合わせの方が多分売れると思います。ということは作る方は大変なわけですよね。ということは予約販売みたいな形で、10セット限定とかって言って、確実に予約オーダーを取ってから、その10セットをどれだけ効率よく作れるかっていうオペレーションを考えて、それで作って販売するみたいな、もし物販をやろうと思った場合ですよ。ということは先生はどのみち粉を確保しないといけないんですよ、どっちをやるにしても。で、もうそれも無理だよね、ちょっと出遅れちゃったっていう場合には、技能と知識を売ることでデモンストレーション型でどうにかなるかっていうのを考えるとか、違う手段を考えないといけないんですよね。ですから、分析力と想像力っていうのは、社会の情勢と、あとそれによって消費者、クライアントさん、生徒さんがどういうふうに動くかっていうことに合わせて自分の商品を変えていかなくちゃいけない。しかもスピードを持って、という形になります。で、これを「あ、そうなんだ」って言ってもたもたしてると、また状態が変わっちゃうので、作った商品が無駄になるので、こういった時代においてはすごくスピード力が、必要になってくる。で、こういった時代じゃなくてもやっぱりスピード力が必要になるんですよ。何年前に私はそれをやってた方がいいって言った人は今困ってないんです。だから、その時に忙しいから今ちょっとそれができないっていうふうにした人は、結局今やらなくちゃいけなくなってる。しかもイニシアチブが遅れた状態で、遅れた状態で始めるっていうのは結構大変で、みんなができちゃってるのにまず追いつかないといけないんですよね。で、そのいっぱい人がわさわさいる中で、さらに目立つように頑張るってことは、この人たちがやった時期よりも3倍とか4倍労力がかかるんですよね。だったら過去の時代にちょっと手を置いて同時並行でもいいから頑張れた方が多分良かったっていうことになります。ですからおそらくなんですけど、2020年以降はもうオンラインも進むっていうことで、必要になってくるスキルっていうのがマルチタスク、シングルタスクじゃなくて、一点集中で頑張るっていう、その集中力っていうのはものすごく大事なんですけれども、マルチに横平行線で5本ぐらい同時に走らせて、で、あ、そのうち2つダメになったけど3つ OK だとか、4つダメになったけどこの1つだけ生きてるとか、それぐらいの感じでトライアンドエラーを繰り返すのがおそらく必要になってくる時代かなというふうに考えています。ということで、3つ目が挑戦力ということになるんですけど、挑戦力はどういうことかっていうと、世の中の人、特に教室業で構わないんですけど、の先生がまだやってない時にこれは将来目がある内容だと感じて挑戦できるかどうかなんですよね。人がやった後だと、結局それをまたさらに上を行くように習得していかないといけないので。まだやってない時に苦労しながらでも、これは芽が出るなぁと思うことに、自分の時間と技能と、苦手かもしれないこともチャレンジできるかっていう、この挑戦力があるかどうかっていうのが、最終的に安定をする
うまく生き抜く技の一個になってくるんですよね。これ挑戦できないと結局分析力と想像力があっても時代が過ぎちゃうので、それ全然もう意味がないものになっちゃうんですよね。だから過去の常識とか過去の内容とかにしがみついてると、もう今ものすごい速度でそれ陳腐化していく世の中だし、正しいと思ってたことが全然もう違うことになっちゃうスピードがものすごく速いので、柔軟に対応して考えていける能力がないと、まあ、船の舵取りなんですけどね、それが必要になってくる世の中になってきたなというふうに考えていて、特にこのチャレンジが先生はちょっとしない人が多いかな。忙しいんですよ。普段忙しいんです。だけれども忙しい中にどれだけ時間を作ってチャレンジできるかっていうところで、やっぱりその後の差が10倍ぐらいついちゃったりするんですよね。どの方もね、基本忙しいんですよ。忙しいって言ってる人は一生忙しくって、そしてやらないんですよ。だからその忙しいっていう中にも時間を作ってできるかどうかが、その小さな微差が数年後に大きな差になる、まあ、今回それが本当によく出たっていう状態になってるんですけれどもね。ですからこれからも今もその先3年先を見据えた場合にどう動くかっていうのは、やっぱり社会情勢をベースに消費者行動がどうなっていくかを見て、それに必要なスキルを身につけていくっていうことの中の延長に自分の業種業態の特徴を落とし込むっていう形ですね。だから場合によっては、今私特にそういうことは予言みたいに言わないですけど、教室業っていう業種自体がなくなる世の中だってありえますよね、もしかしたら。電話が、公衆電話が当たり前だった時代に、自宅電話の固定電話が当たり前だった時代に、モバイルという携帯電話という概念が生まれて、そして電話持ち運べるものだっていうふうに世の中が変わり、そしてそれと一緒に写真もカメラと携帯って持ち歩いてたのが一体化したから、今ほとんどカメラは買われなくなったから、カメラメーカーがどんどん衰退して、フィルムメーカーも衰退してっていう、そういういろんなこう世の中の変遷で、これは起こらないだろうって思ってることが起こったりするのが、まあいろいろ時代と流れっていうのがあるので、基本教室業はなくならないと思ってますよ。なくならないと思ってるけれども、相当形が変わっていく可能性がある。だからそこに自分をジャストサイズして合わせられるのか、合わせられないんだったら違う業界で生きていく道も同時に探っておくっていうのは必要になるかもしれません。だから今回の場合には、サービス業がダメなら物販とかってどうなのっていうことを考えられる柔軟な頭があるかどうかっていうのも、一つ生き残るためのポイントになってきます。ですから、まとめますと、教室業の先生に知っててほしい3年先の未来を見通す3つのコツは、1つ目分析力、2つ目想像力、3つ目挑戦力。この3つを兼ね備えつつ、今の時代でもまた3年先を見ていくような形で活動していっていただければなというふうに思ってますので、ご参考にしてください。それでは。